まあ、とはいえ現時点で具体的なデートの予定があるわけでもないんだけどね。そうなんですか。自意識過剰でキモいですね。うるさいな。確かに今すぐに必要ってわけじゃないんだ。だけどこうしてらしくない行動を取ったのはさ、自分を変えたかったというか。